は動画に帯をつけてみました。帯って本とかについてる帯？そうそう、結局視聴者に動画を見てもらうには帯のジャックや推薦文で訴求するのが一番なんだって。そうそうなんだ。それにしてもこの推薦文を書いてくれた曽根谷氏って誰？はじめまして、曽根谷です。な、誰？二児の父です。趣味は株です。あの曽根谷さん、衝撃のオチがとか書いてますけど、ちゃんと考えてるんですか？わ、私は上の者にとにかく訴求力のあるジャックを書いてくれと言われて書かされただけですから、オチを考えるのはお二人の仕事です。なんて無責任な。私は自分の仕事をしたまでです。あなたたちこそ自分の責任を果たしなさい。こめくそー、無茶な納期で仕事取ってきてエンジニアに丸投げする営業マンみたいなこと言いやがって。それが利益を出す活動たる仕事というものでしょう。こんな帯があるからいけないのだ、剥がしてしまえ。あ、ちょっと、これは僕たちハンドパペットだったのか。そう、私たちはあくまで正体の見えない巨大な何かに操られているだけだった。やりたくもないことをやらされ、責任を取らされ、他人を恨む。しかしその何かはあまり